さあ先陣を切るのは福士、そして田上彰であります。今60分の一本勝負、戦いの鏑矢が鳴らされました。正規軍対長期大軍の3つ面タッグマッチであります。長期大軍からは日の丸対日の丸特攻隊の菊池清、そして正規軍からは田上彰世界タッグチャンピオンが出てまいります。まずは田上彰、新シリーズ金沢大会にて世界タッグ2度目の防衛戦が行われます。見事成功。そして来たる9月3日日本武道館では三冠戦テストデビアス組を相手に3回目の防衛戦に臨みます。その田上ボディースラブ投げ捨てます。ロープに振ります。ラリアットはダッキング、よく見ていたレッグラリアット。さあ点を制するか。そして後ろからも突きました。今度はギロチンスローであります。トップロープを利用したギロチン殺法、田上彰。さあそして正規軍引きまさとなって出てまいりました。場内からはピッチンコール、そして秋山が出てまいりました。テンシリーズではタックとはいえこの福士政信選手からフォールを奪います。ノーダンライトスープレックスで3カウントを奪いました。さてこのまずは秋山について馬場さんお伺いしたいんですが、デビュー間もなく1年を迎えますが、この1年の成長ぶりどうご覧になりますか？度胸もついてきましたしね、体も大きくなってきましたからね、はい。まあ、あとはやっぱり1年したらそのね、素晴らしい選手になると思いますよ。そうですね、やっぱりまだね、どうしてもその感染だね、田上だ川だといくと、はい、その体力負けするところありますからね。そうですね、まあ、途中右の腕を痛めまして戦線離脱ということがありましたが、9月で、デビュー丸1周年を迎えるということになります。秋山純です。そしてこの秋山純と今エプロンサイドに下がっております菊池剛のこのタッグが一周放送となります豊橋大会です。パトリオット、ジ・イーグル組の持つアジアタッグのベルトにチャレンジするということになります。こちらがタッグパートナーの菊池、秋山菊池組としては初チャレンジということになります。まあそういった意味では今宵のこの6面タッグマッチメインイベント、6人全員全選手が今シリーズ中に選手権試合を迎えております、迎えるということになります。まあ、その選手権試合タイトルマッチを占う意味でも非常に重要な開幕戦メインイベントを迎えております。まずは秋山がそのアジアの一戦、そして今下になっております福士政信、来週放送の静岡大会になりますが、現ジュニアチャンピオンのダニー・クロワッツへのチャレンジが決定しております。今年の5月札幌でクロワッツに敗れたベルトにチャレンジするという、まあ、福士にとっては雪辱戦ということになります。まあ、私たちファンとしてはこのチャレンジャーとしての福士政信を逆さぶりに見るということになります。来週放送静岡大会です。さあ早くも鬼のような表情になってまいりました福士政信です。どうでしょう馬場さん、これまで3年以上にわたります長期政権を続いてまいりました福士ですが、ベルトを失ってからの福士、何か変わったことございますか？別に変わったことはないですけどもね、まあ、それからこの6人でやる機会が多いもんですからね、非常にその福士の存在というものが正規軍にはね、必要になってきましたよね。そうですね。ただこの福士の出る福士がやりますとね、はい、非常にその相手の動きを止めてしまうわけですね、関節技が多いですから、はい、そうすると出てこない人がね、ロープに手こずるロープに待ってる人が割かと休む機会が多いんですよね。ああなるほど、それは正規軍にとっても、まあ、ある意味では呼吸を整える、そうですね、体勢を立て直すには重要なこの福士の存在と言えましょう。そして三沢光晴が出てまいりました。先日の日本武道館対河原敏明戦で4回連続防衛に成功いたしました。新記録を樹立いたしました三沢光晴であります。エルボーの飛行スロープに振ったドロップキックです。場外に転落です。さあ三沢が狙っている、エプロンに立った、しかし打てません、戻りました。
再びリングインであります。田植えが出た、田植えが出た、エルボーです、ピンキックです。今度は田植えが突破、三沢が最後タレミス、さあ何を出す、やったー、出た出た、エルボースイッチだ。さあ三沢が飛ばしてまいりました。9月3日日本武道館では当初対テリーゴディとの三冠戦が組まれておりましたが、ゴディ肝臓を患い急遽入院、その結果次週放送を問い合わせて飛ばし対ウィリアムスの間で三冠チャレンジャー決定戦が行われまして、その勝者がこの日本武道館三沢と相まみえるということになりました。そして先の日本武道館サマーアクションシリーズ1の最終戦はこの両雄三沢川田の三冠選手権試合があります。まさに竜とアイウス、激しいバトルがありました。いや馬場さん、あの試合馬場さんも絶賛されておりましたが、今思い起こして改めてどのような感想をお持ちでございますか。そうですね、本当にね、もうハイレベルな、ね、試合でしたですね、まあ、お二人ともね、ヤンギーライバル意識もありますでしょうし、体力も似てますし、育ちも似てますしね、小さくては一緒ですし、そうですね、まあ、あの時は川田のドロップキックがありました。そして三沢の投げ捨てジャーマンもありました。そして三沢が顔面蹴りを見舞うというシーンもありました。あの投げ捨てジャーマンがやっぱりもう決定勝負を決定したような感じでしたね。そうでしたね。その結果25分と53秒、最後はタイガースープレックスで三沢が4回目の防衛、三冠ベルトとしては新記録を樹立したということになりました。さあそして秋山が出てまいります。秋山純 VS 川田俊明であります。相手の腰のあたりに目線を落としました。そして手を取り合いました。力比べの体勢です。キャンバス中央、足を取った、抱え上げました、一度に放り投げます川田俊明。相手を挑発するような蹴り方です。相手をしっかり俯瞰の体勢、見下ろしての川田の蹴りであります。的確にヒットを狙っていきます。川田の蹴りです。どうだどうだ、かかってこんかいと言わんばかりの川田の相手を挑発する蹴りを打っております。そして現世界タッグチャンピオンが合体した、秋山を振った、ダブルでのショルダータックル。9月3日日本武道館ではあの三冠戦、セットデビアスミの相手に3回目の防衛戦予定されております。顔面蹴りだ。まあそれに出しましてもハンセン、テッド、デリア組は85年の最強タッグ決定リーグ戦の優勝チーム、まあ、当時最強と言われておりましたチームの6年ぶりの復活であります。どうでしょう馬場さん、このこれまで8区の快進撃を見せておりました田上川田組もどうやらこの現段階最強の相手、絶対絶命のピンチを迎えそうですね。そうですね、まあ、確かにピンチですけども、楽しみなチームが出てきましたよね。そうですね、ハンセン・デリアスというチームがね、はい、9月3日の日本武道館世界タッグ、そして三冠選手権試合が行われます。さあ田上明、果敢に玉砕ファイトを見せようという必要性であります。ローアングルからのエルボーだ。さあ三沢がタッチを自ら行った、エルボーしました、差し上げる、差し上げ、差し上げファイトだ。三沢が投げる、レフトバンクのラリアット、着地するまで1回転クレイトミを回した、カバーする、カウントは1つ。それにいたしましても馬場さん、この三沢の相手が今度テリーゴディだったんですが、結局次週放送を問い合わせて飛ばしたウィリアムスの三冠チャレンジャー決定戦が行われます。三沢としても戦いの照準が定めにくいなんていうことございませんか。まあそれはそうでしょうけどもね、ですけどもこれはもう3人ともそうですからね、そういうことになりますね、まあ、条件は同じということになりましょう。工業的には豊橋大会が8月31日、その3日後の9月3日が日本武道館ということになります。さあリング上タウヤ、そしてキクシオ、ロープに振りました、エルボーで1回転して、今度はレッグラリアット、技を畳みかけていきます。ブレインバスター、トモアカバーする、カウントは2、
今年の6月にアジアタックのベルトをパトリオッツとジ・イーグル組に奪われてしまいました。そうですね、どうしても球の場合大変小さいですからね、大きい人と当たったらやっぱりもう本当にハンデがありますよね。そうですね、まあ、そういった意味ではこれまで小橋菊池組だった、それが、まあ、菊池秋山順組に変わりまして、より一層体格的なハンディも大きくなるんじゃないですかね。だからパトリオットは非常にそのいい選手ですからね、はい、パワーボムの投げ捨てで田上明、テルテシー投げっぷり、そして西武下では神戸に落ちません、この福島園部。キャメルクラッシュで松田が取って、そして状態をご覧のように激しく取っていきます。島佐信がこれ見よがしに青コーナー調査軍サイドに向かって菊池剛をいさぶっております。現在未完島佐信、最終放送の静岡大会でチャンピオンダニー・クロファットへの挑戦が決定しております。ボディースラムでキャンバスが大きく揺れました。そして川田です。さあ蹴るのか蹴るのか、相手は寝ております。ロープに振りそうだ、スピンキックです。十分な余力を残してキック、そして今度は三沢です。三沢に蹴り始める、世界タッチ V3 を目指して V3 キックと申し上げてもいいでしょう。さあ、いかにの導火線に火がついてまいりました。プロレス飛行青年だ、行ったり来たりだ。飛行青年は秋にぐれます。いや、ブロックした、ブロックした、最初入れ替えた。今度は川田、三沢だ、三沢だ、三沢だ。あえて、あえて同じ攻め方を見せていきます。思い出されるは7月29日の日本武道館のあの激闘、三冠とセリー級選手権試合。何やらこの両雄のカドンデスマッチを見せるようであります。カバーした。カウントアク。秋山純です。日焼けしたこの琥珀色の肌に汗が光ってまいりました。秋山。さあ秋山が何を繰り出すか、ロープに振ってドロップキック。打点が非常にハイだった。カウントは1つ。さあブレインバスターだ、しかし腰を下げます川田です。体重が秋山純100キロ、川田が110キロ、持ち上げることができないようです。十分に腰を落としました川田。あと秋山にね、3キロ、ね、体重がついたらいいんですよね。そうですね、もちろん馬場さんいつもお話しのように、その体重も試合をやりながら徐々につけていくと。あ、もちろんそういうことですね。さあ投げた投げた投げた、場外にボディスラム。いや、投げ捨てと申し上げていいでしょう。何やらいらないものを処分するような、そんな表情で川田俊明がこの秋山純を放り投げました。川田俊明のこの内面がこの技となって表出しております。おお、サッカーボールキック、カウントは2。さあ田上明でやります。田上対秋山と92年の世界最強タッグ決定リーグ戦ではこの2人が戦ったわけであります。今では正規軍とそして存在軍と分かれておりますが、そういった意味では馬場さん、この田上も秋山の成長ぶりを確かめたいという思いあるでしょうね。そうですよね、
ですから今の秋山は、はい、その川田の強さ、ね、田上の強さを十分知ってますから、はい、そのまだ怖さの方が先に立つと思うんですね。なるほど。だからその怖さがなくなるにはこれまだ1年は取りますね。さあコブラツイストからやがてゴーボンコブラ、そして現在ご覧のようなもう完全に体勢は崩れておりますが、秋山純を強引なまでに締め付けております。押さえつけておりました。さあそして福間園部、30代最後の秋を迎えます福間園部。さあまた福間園部のその老快な技が見られます、見られます。さあまずは秋山純の右足をフィックス固定して、そして左の足をこれは頭につけようというのか、強引な屈伸運動、柔軟体操を見ているようだ。これはつらい。さあまたもや福間園部、福間らしい技だ。まさに正規軍、汚れのない不義理の鬼であります。福間園部、両の足を取りました。川の木田、先ほどまでは序盤戦菊池剛が一方的に攻められておりましたが、今度はその照準が秋山に移行したようです。試合時間はすでに15分を経過しております。正規軍優勢とお伝えしていいでしょう。話しました。秋山の出方を見ているのか川田俊也。爆音流れた後楽園ホール、カウンター2。何かどうでしょう、馬場さん、川田としてみればこの若手の秋山の出方を見ているといったそういった感じですね。なんかね、いやそうでもないです。やっぱりね、その、きつい技をギブアップしないんでね。おお、なるほど、ね、そういった面でじゃあ驚きもあったわけなんでしょうかね。そうですね。おたまらずにリングインでやります。秋山の動きがしっかり止められてしまっております。さあ何を返す秋山、まずはチョップだ、チョップだ、張っていく、足を取った。今そのです、場内からもうまいなという声が聞こえております。こういうね、そのかわしがね、非常にその、はい、キャリアを積まないと出てこないんです ね、 そうですね。これが好きな味なんですよね、まさに実践の中で磨かれたキャリアと申すべきものでありましょう。豪快に投げつけた、カウンター2、ロープに振った、タウヤキャ抱え上げた、バックだ、バックフリップ、そしてカバーしました。さあ右の腕を持ち出した。カットに入ろうとした菊池をまずは足でカット一周。さあ秋山の上になった袖。さあカンしました。ミサーミサル。さあ海外ドライバーか、腰を落とします。アウエアキラスクッと起き上がった、肩口パンチ、自ら走ったミサはクリアする、ジャンピングボディアタック、カウントは2です。バックに回った土が入る、エタリアオートリングインだ、老快なプレーの持ち主、
面蹴り、起き上がりこぼしチョップだ。汗がミストになっている。バックになった。ジャーマンか、ジャーマンか、投げ捨てるか、投げ捨てるか。アイスイラリアット、体を起こして、そして引き出す。パンチングでやります。川田がナックルパート、引がダウンしてる間に、さあそして何を持ち出すか。川田、さあ行くか、行くか。さあ外しました。十分なかかりかけではありませんでした。それでエルボーでダウン、そして秋山が取ります。強振姿勢が飛ぶ、ミサイルキック、左の肩にヒット。先ほどの返しばかりに秋山が暴れます。はい、打った。そしてどうする、パンチ抱えた。ノーザンライトスープレックス、感覚このノーザンライトで選手リーグ今そのぶからはピンホールを奪いました。秋山龍走る、蹴る、カバーする川田、足が背後から忍び寄る、顔面を捉えました。さあまさに全日バットの両断拍、ジャーマンシュート、投げ捨てるような形での川の突き上げの三沢へ対しての投げ捨て。ジャーマン頭から落ちました。馬場さん、今の落ち方はどうでしたか。そうですね、頭から落ちましたね。さあ、はい、危険ですよ。三沢は場外へダウン、世界タッチ、カップが合体した。川田が落とした、喉で落とした。喉はカウントアップ、カウントアップ。さあプロレス掴んだ、フリフリ流線をストッピング越えた。パワーボールだ。菊池がダダッコパンチ、菊池にエルボー、エルボードライビングエルボーだ、稲妻のようなエルボーだ。ならば川田がこの強振して秋山に何を持ち込む。平均鬼の戦い